日本人の女の子はみんなアニメのキャラクターのような可愛らしい声をしてるんですか？してるんですか？してないです。してないです。してないね。してないね。うん、そんな可愛くないね。まあ、してる子はしてるよね。可愛いね、あれ。時々アニメのような声をしてる子もいますが、ほとんどいないですね。あんな可愛い子はそうそういないんじゃないかな、あんな。あんなってアニメみたいな感じの声は。うん、リアルで、リアルでというか、普段の学校生活であんな可愛い声がいたら逆に言うか、違和感あるよな。あれで朗読してくださいって、英語の時間とかするそうだ。多分なんか、問い合わなそうじゃない。おーってなそれ。うん。ないね。ほとんどないね。うん、普通に普通。ある？あったんじゃないかな。あったんじゃないかな。うん。というと、今もうない。私は見たことがないから。でも、ありそうな気はする。あるあるある。今でも時々あるはずだよ、きっと。きっと。まあ、多分ほとんど携帯とかだからあんまないと思うけど。あるある。うん、なんだろうな。お、あ、あったりするの？じゃあ、例えば、修学旅行で写真を撮りました。あ、学校の先生がとかね。あ、説明した方がいいかな。写真係がいつもいるんだよね、確かね。旅行なんかに行くと写真係が写真撮って、それを学校で後で現像して、で、欲しい人が、確か番号を書いて、写真もらって、ね、うん。それだけ。で、まあ、番号を書けばいいだけだから、もし、あったら買ってる人はいたんじゃないのかなって思う。思い出した思い出した。いたいたいた。いたね。それを部屋に飾ったかどうかまではわかんないけど、買う人はいたんじゃないかな。あったね。うん。よくアニメとか漫画とかで見る、見てると、日本人の女子高生、女子中学生のスカートえらい短いんだけど、リアルであんな短いんすか？いるいるいる。あるね。すげえ短い子いるね。実、どうだ？大半そんな短くないよね、でも。中学生はそんな短くない？中学生は、そうでもない。膝上だと、ちょっと、可愛い子部類みたい。いや、膝上だと、膝上で、ちょっと、こいつ調子乗ってんなって感じ？まあ、先生に目つけられちゃうっていう感じで。ああ、高校生は、もうこれぐらいの丈着たら、だいぶ大方。え、なになに？高校生だと？これぐらいの子とかも普通にいたよ。ああ、もうかなり、膝上かなり上げてる子ね。すげえ短い子いる。うん、普通にいる。短い子は短いです。うん。うちの高校では、うちの高校もそうかもしれんけど、校門に毎日毎朝先生が立ってて、うん、スカートの丈とか、制服指導、生徒指導なんだろうね。先生がいつも毎朝早朝出勤して、うん、で、校門の前に立って、うん、スカートの授業しまえとか、シャツ出してるとか、指導してるんだけど、うん、毎日、ほんと、4年、3年間、うん、ずっとなんか叱られてる女子高生いたね。とりあえずスカート短いのも、ね、短い子めっちゃ短いね。短いね、あれ。短いね。家が短かった。調子乗ってた。うち、標準？標準。どの辺が標準なの？この辺？これ、こんな長い子そうそうい。膝で長いんだ。うん、ああ、長いか、長いな。長いな。ああ、膝ちょっと上ぐらい。そうだね。ジャージ、履いてる子いなかった。履いてた。怒られたら、怒られるけどね、あれ。でも、あれは納得したよ、俺。あと、寒いっしょ。寒いよ。寒いっしょって。雪の日とか、直接足にかかるからね。ね。
スカートめっちゃ短い子もいるけど、スカートの下に中洲のジャージ履いてる子もいるね。うんうん、ありますか、これはリアルね。見えたら、これは鼻血か。鼻血って、なんで、あるの？ないなぁ。これはないよな。鼻血は出しません。にやけるぐらいかな。